皆さんの前にゲデモンが通ります。ご注意くださいませ。よろぶんにゃせよ。どうも、通りすがりの岡本ゆうやいみにだ。はい、ということで、私のチャンネルではめちゃめちゃ久しぶりのすっぴんでございます。すっぴんと言いましても、眉毛だけ描かせていただいております。今回の動画は前回の動画でやった韓国俳優人気ランキングの番外編ということで、皆さんからいただいたね、たくさんの俳優様の魅力をオカマと一緒に見ながら振り返っていこうというような動画でございます。と言いましても、1000人以上の方に投票いただいたので、魅力っていうのもね、もう何百件っていうやつが来てたんですよ。それを一人で見ながら動画にまとめたわけですけれども、なんかもったいなくないみたいな、あれだけで魅力をお伝えするのだから、一つのちょっと動画にしてね、みんなが書いてくれたそれぞれの俳優さんの魅力をね、チェケラチェケラしていこうぜっていうお話でね、ちょっとお腹空いたから、ちょっとヨーグルト食べようって思うんですけれども、私ダイエット始めたんです。97キロになって、先月、過去最高体重の97キロになりまして、まあ一応身長は185センチあるので、今までね、70キロ、80キロぐらいだったら、まあその身長だから太ってはないっしょーって見られてたんですけど、最近は会うたびね、人から太ったねって言われる毎日を送っておりまして、ついにダイエットを始めたわけですけれども、今ね、3週間経ってちょうど10キロは言い過ぎた。8点ちょっと落ちたので、まあこの調子でね、年内までに70キロまで戻したいなっていう風に、ダイエットを頑張っております。はい、じゃあね、早速20位から行きたいんですけれども、私はパソコンでそれぞれの俳優さんのみんなが送ってくれた魅力を昨日の夜、ピックアップしてきたので、それを一緒にね、見ながらちょっとお話ししていきたいと思います。なので、ランキング動画ね、まだ見てないよっていう人は、まずサクッとこちらのランキング動画を見てきてください。8分間ぐらいで全てランキングがパッて見れるようになっているので、これを先にパッパッと見ていただいてからね、この動画に来ていただければより楽しいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ第20位が令和のね、最強2番手、キム・ソノ様だったわけですけれども、投票数的には14票いただいたんですね。で、魅力を実際にピックアップしたものを喋っていきたいと思います。最強2番手、演技ももちろんですが、とっても謙虚で誠実で、どんな仕事にも一生懸命で人柄がすごく好きです。なのに一つ一つの行動が35歳とは思えないほど愛おしくて可愛い。とにかく笑顔とエクボが可愛い。一泊二日というバラエティで素のソノが見られます。ドラマではわからない面白い面もたくさんある魅力的な方です。ドラマより一泊二日でファンになりました。ゆるキャラっぽいところが魅力です。主演でなくても人気をゆるく保ってじわじわと人気を上げていけそう。誠にゆるく応援していきたい。日本語合ってるかしら?漢字読めてるかしら?キュンキュンさせられる魅力がたまらないということでございます。いやー、キム・ソノさんはですね、私作品的にはスタートアップだけ?あ、あと100日の老君様を視聴したんですけれども、なんせね、他のドラマも含めいろいろリサーチしてると2番手役が多いんですね、彼。で、なんか絵に描いたような善人がとても似合う俳優さんやなって思うんですけど、よくね、インスタとか見てたらバラエティに出演してる彼の姿がすごく魅力が詰まってるっていうのはよく目にしてたので、この魅力を見て、ああ、その通りなんだなっていうふうに思っております。で、確か次新しいドラマが主演で決まったんじゃないかな。一応その情報あれば、ここにパーンって載せておきますね。こんな感じでね、一人ずつちょっと魅力紹介しながら、私のなんか、プチトークみたいなの入れながら喋っていくんですけれども、一応、ランキングで、ね、投票募集した時点で、順位が上がるにつれて紹介時間は長くしますっていうことをお約束してたので、この動画も順位が高くなるにつれ、皆様からね、いただいた魅力っていうのも、より多く紹介しながらお話をできたらなって思っております。では続いて19位、チソン様でございますね。魅力をご紹介いたします。優しい目元と浮き出る筋肉のギャップ。優しくでも欲望を抑えきれない様子で強く抱きしめられたくなる。そんな俳優様です。二つ目、プライベートでの家族愛が素敵。年齢を感じさせない美しい肉体と大人の色気。三つ目、チソンはキルミーヒールミーで好きになりました。ヨナの役がとても良かったです。被告人でさらに好きになりました。正統派イケメン俳優さんっていう感じですね、と。はい。私はチソンさんは魅力に書いていただいたキルミーヒールミーと被告人を二つ見たんですけれども、ね、演技力がすごいなっていう印象がある俳優さんですね。キルミーヒールミーって何
重役やったっけ、すごい多重人格の役をするんですよ。何十人分だったか忘れたけど、多重人格の役をするんですけど、その演技がマジですごかった印象があるし、結構コメディタッチで書いてるようなところもあるドラマなんだけど、被告人ではね、打って変わった演技をされてて、すごい演技派の俳優さんやなって思います。で、ジソン様ね、結婚されてても子供もいらっしゃるんですけれども、奥様があの韓国の国民女優のイーボヨン様、最近だったらね、マインがちょうど私が今撮影してる日の昨日あの最終回を迎えたんですけれども、イーボヨン様の旦那様ということでもまあ有名な俳優様ですね。で、家族愛がすごいんですよ、いろいろなんか見たけど。私もでは続いて18位、イ・ドンウク様。気づけば瞳、唇、声に吸い込まれてしまっていて沼入りしました。美しすぎて三次元に存在しているのでしょうかと問いたくなります。トッケビで死神役でしたが、天使にしか見えませんでした。わかる。二つ目、色気がすごすぎる&演技に引き込まれる。三つ目、とにかく涙を流すシーンが本当に印象的。初めてイードウドウやイードウクさんを知った作品が乱暴なロマンスだったので、ワイルドな役をやることが多いのかなといったイメージでした。その後久しぶりに出演されている作品を見たのがドッケビだったので、あの時のイメージとは全く違っていて驚きました。役柄や内容から切ないシーンが多くて、悲しみの涙ではありましたが、あまりにも美しすぎて泣きたい時にはイードウクさんのシーンを見てしまいがち。素敵なコメント。いやー、とってもいいよね。みんながまず見た作品といえば、本当にね、ナムジャなんですけど、美の象徴のような方なんですよね、美しさが。でも書いていただいてる内容にも全て共感なんですけども、涙を流すシーンね、トッケビとあのサニーちゃんの恋愛の時のあの名シーンがいろいろあるじゃないですか。あそこで私はたくさんトッケビでは泣かされましたね。あので、これまた個人的な意見かもしれないんですけれども、声がいいじゃないですか。で、泣く時の演技も本当に美しいんですよ。あの、見た方なら分かっていただけるかと思うんですけども、なんだろう、涙がなんかもう清水みたいな綺麗な涙流されるんですよね、イドンク様。なので、泣きの演技がすごい俳優さんといえば、私も確かに頭に浮かぶのはイドンクさんって感じがします。では続いて17位、我らが顔の天才チャ・ウヌ様。魅力に行かせていただきます。とにかくイケメン。でも、もっと素晴らしいのは努力かなところ。顔面天才と呼ばれているだけあって、恋愛ものの主人公は彼が適任。まだ俳優としての歴は浅いが、年々着実に演技力を身につけていて、顔面の強さに限らず努力しているところが好感が持てる。チャウヌ君は言わずとも知れた天才です。アイドル、アクター、ダンサー、MC、何をやっても輝ける容姿が天才。すべてが天才。世の中に出てきてくれてありがたい天才。これからの成長が楽しみになる魅力の天才。もうとにかく天才。ウヌ様は最近上げた動画の演技ドル4000で紹介をしているので、俳優としてどんな作品出ているのかとか、どんな作品がおすすめかとかは、ぜひこの動画を見ていただきたいと思います。顔の天才は本当にもう皆様が分かっていることかと思うんですけれども、一番は努力の天才ですよね。アストロって本当に今すごい人気があるグループなので、その活動と並行して俳優活動にも力を入れていて、それ以外にもモデルとか CM とかいろんな活動を一人でもされてるので、あの、ほんまにいつ寝てるのって問いたいぐらい、割とちょっとね、心配です、この方は。ぜひ体には気をつけて、これからも活躍をしていってほしいなって思います。では、第16位、パクヒョンシク様。トボンスンで沼入り。あんなかっこよくて可愛くて大事にしてくれる人やばい。目がキュルキュルで、笑顔が素敵で、可愛すぎるのに身長が183センチもあって、さらにアイドル時代もあって、歌も上手で、目も耳も妊娠いたします。スタイルえげつないし、お顔小さいからまずビジュアルが優勝。なのに演技も顔負けしないぐらい役になりきっていてお上手。声もいいから歌もうまいし、もはや完璧やんってことです。パクヒョンシク様の作品は最後に見たのが今年明けに力の強いなトボンスンを私も初めて見たんですけれども、あのパクボヨンちゃんとのケミが本当に良くて胸キュンが止まらないドラマでした。魅力のところにもね、書いていただいてますけどね、笑顔が可愛いんですよ。可愛いというか爽やかなんですよね。まあ、今回紹介する20名の方すべてもう統一してそうなんですけれども、素敵な笑顔をされる俳優さんだなと思います。今はね、個人での活動に専念されてるんですけど、ゼアっていうアイドルグループのメンバーで、あの、アイドルだからこそなのか、表現力っていうか自分の見せ方がすごい上手い俳優さんやなって思います。では続いて15位、ソンガン様。
魅力が今の一押し、ソンガン君はバラエティに出てるときはちょっとポンコツだけど、ドラマになると俳優魂で全然違う人格になるくらい魅力な演技をするところがとっても引き付けられます。イケメンなのはもちろんですが、目力ですかね、目の演技に引き込まれました。恋するアプリで見せてくれた好きがこぼれる目の演技、スイートホームで見せてくれた虚無感や危機感が迫る目の演技、素敵です。なんといっても目力がすごくて、目で見せる演技を本当に見てほしいです。可愛い顔してますが、186cm の27歳、これは沼る以外なくないですか。ということで、これ以外にもソンガン様のね、目の演技を評価されてる方がすごく多い印象なんですけど、私もね、彼が出た作品は結構見た中で、ほんとその通りだなって思う。っていうか、今分かっていてもっていうドラマが最新で2話まで公開されたじゃないですか。皆さん見てます？今までは青春派な役柄が結構多い中、まあスイートホームでね、全然違う特徴的な役柄の演技も経験して、今回分かっていてもでまた全然ね、違う演技をされているんですけれども、やばいですよ、あのドラマ。新たなソンガン様の演技の扉が開いたなって思う。多分このドラマで新たにソンガン様に沼落ちする乙女たちが大量発生するんじゃないかなって思っています。では続いて14位ヒョンビン様、魅力いきます。笑った時のエクボ、泣きの演技。初めて出会ったのは、私の名前はキム・サムスンでした。あの時から私の心は奪われ、現在に至ります。的なコメント。彫刻のような美しい外見も、誠実で真面目なお人柄も、こんなに完璧な人いるの？っていう衝撃を受けました。アラフォーならではのアジョシの色気も出てきて最高です。いつもまっすぐ正しく生きている。役作りにも極めてストイック。優しい目、硬派に見えて彼女の家臣にデレデレなところ。ごめんなさい、ヒョンビン様の映像が消えていたのでこちらで失礼いたします。いや、以前私が投稿したアラフォー俳優4選の動画で、今日紹介する俳優20人の中にランクインしてるんですね。改めて長年培ってきた演技力を武器に、たくさんの人気を獲得してるんだなと思います。ヒョンビン様といえばね、日本では愛の不時着の主演俳優ということで、もう知らない人もいらっしゃらないと思うんですけれども、今年の1月にソン・イェジン様との交際を発表されて、今現在も交際している俳優カップルでは一番注目度の高いお二人なんではないでしょうか。皆さんも書いていただいている演技に対するストイックさとか魅力に関しては、過去の動画でたくさん紹介しているので、そちらもご覧いただければと思います。久々にあのフレーズ言いたい、言ってもいいかしら、言うわよ、リージョンヒョクシー。続いて13位のイ・ジュンギ様、魅力が1つ目、目の演技がすごくて吸い込まれる。2つ目、レイを見てハマりました。レイでの涙、眼差し、演技力すごかったです。ワンソー王子役はあの人にしかできません。本当にすごかった。タイプの顔ではなかったのに、それを超越した素晴らしい演技でした。最後に、コミカルな演技からシリアスな演技まで幅広く表現できる独特な雰囲気を持っている、とっても魅力的な俳優様です。普段はとてもいたずら好きで、すぐにふざけちゃうお茶目なところもとってもキュート。演技だけにとどまらず、歌もダンスもとても上手で、俳優のファンミーティングとは思えないほど完成度の高いステージを見せてくれます。そしてとにかくいつもファンのことを考えてくれて、大切にしてくれる生粋のファンバカです。インスタライブもネイバーナウの配信も、いつも私たちのために4時間近くも配信してくれます。知れば知るほど離れられません。はい、イ・ジュンギ様はこれ以外にもほぼほぼの感想の中で書かれてたのが目の演技ですね。いや、これはもう満場一致だと思います。私もレイがイ・ジュンギ様の演技初めて拝見した作品だったんですけれども、正直ね、2番目の魅力と同じで、私正直タイプではないんです、顔が。だけど一番引き込まれた。そうそうたるメンバーがね、並んだ作品だったんですけど、見終わった頃にはイ・ジュンギ様が一番って言っても過言じゃないぐらい、本当に演技で持ってかれた。前の動画でも目の演技に関しては同じこと話したなって思うんですけど、私がまあこの1年間カンドラを見てきて、目の演技というところだけで見ると、イ・ジュンギ様とキム・スヒョン様あたりがすごく頭に残ってる俳優さんです。で、本当のファンの方がね、書いてくれたんだなって思うけど、ファン思いなところとかも全然私知らない情報だったから、今めちゃめちゃ気になってて、他の作品もぜひ見てみようと思います。では第12位、イ・ミンホ様。私が初めて見た韓国ドラマ、花より団子で主人公道明寺役を演じてからずっと好きです。日本版も含めて全花より団子実写化の道明寺の中で一番完成度の高い道明寺でした。とにかく俺様キャラが似合いすぎ、187センチという高身長、またそれを活かした演技、
ヒロインの女優さんとの身長差に燃えます。 CD を出されていたり、ドラマの OST も歌われていて、歌もうまい。本当に全てにおいて完璧な王子様でした。はい、最後に白馬に乗った王子様、シンプル。多分ね、ザ・キングを見て書いたコメントなのかなと思うんやけど、いや、他にも王子様コメントがめちゃめちゃ多かったね。なんか王子様キャラっていうのもそうやし、御曹司キャラっていうのもめちゃめちゃ似合う俳優さんよね。なんか何やらせても火の打ち所がない、なんか書いていただいてるように完璧な、欠点がない、パーフェクトヒューマンなんじゃないでしょうか。なんか金持ちでちょっとツンとしたキャラがすごい似合うなって思う。なんか見るたびにね、ジョホルが湧き出ちゃうんだよね。第11位、カンハヌン様。彼はね、皆さんが書いた魅力がすごいよ。笑顔が素敵で、体からにじみてる人の良さが溢れ出ています。とにかく人柄の良さが前面に出ています。癒しの笑顔、人の良さが出ている。ご覧の通り、彼の性格とか人柄を褒めるコメントがほとんどで、それをね、うまく説明してくれてるコメントがこちらになるんですけど、1、マジでカメレオン俳優、途中から本当のカメレオンに見えてくる、かっこ嘘です。2、チヤホヤされて売れたんじゃなくて、ちゃんと実力で売れた人。3、俳優じゃなくて役者って感じ伝わる。これめっちゃわかる。4、作品の大きさや注目度、費用に関わらず脚本見て自分が本当にやりたい役を選んでいる。たとえお金がかかっていない作品でも、どんだけ小さい役でも自分のブランドとかを考えずに、ただ演技を楽しんでいる人。役者になるべくしてなったお方。今までの作品を見ればわかる。5. 常に周りの人を笑顔にさせ幸せにする。むしろ彼自身がこれでもかというくらい弾けた笑顔をなさる。まさに笑いあるところにカンハヌルあり。性格と人相の一致度がナンバーワン。メイキングを見ればわかる。6. 謙虚すぎて腹立つくらい謙虚。いや、ちょっとくらい天狗になってもいいんだよ。それぐらい素晴らしいんだよって伝えてあげたいね、わしは。私はあそこまでお辞儀が深い人を今まで見たことがありません。受賞式の動画を見ればわかる。7. 名前負けしてない。空、韓国語でハヌルって空は言うんですけど、のように寛大な心で周囲の人を本当に優しく包んでる、マジで美男清掃機。なんかもう私が言いたいこと全部この方のコメントに詰まってる気がします。椿の花咲く頃きっかけで、私めちゃめちゃカンハヌル様ハマったので、ほとんど出てる作品は見たと思うんですけど、作品選びに関しては本当に思ってたんですよ。もう書いていただいた通り、本当に注目度がそんなに注目されてなかったりとか、なんだろう、視聴率も実際は取れてなかったりとか、そういう作品も結構多いんですけど、なんか一律してね、全部自分のターニングポイントになるような、役者として心からなんかビビッとくるような作品を選んでるんだなっていうのがすごい伝わる作品ばかりなんですよね。人柄の良さに関しても、本当に笑顔を絶やさない俳優さんなの、プライベートから。いろんな作品のメイキングとか見たんですけど、なんだろう、キャラではね、すごい明るいキャラでも、実際に素の性格はそんなに明るくなく、なんかおとなしい俳優さんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、彼は本当に太陽です。もう、お母様にどれだけ愛情を受けて育ったんだっていうぐらい、本当笑顔に溢れてる俳優様なので、見てるこちらもハッピーに幸せになれるような方です。推しがいがあるよ、マジで。続いて第10位、来ました、童顔最強子犬系男子、チョンヘイン様。魅力、笑顔と真顔のギャップが大好きです。溶けるようなニコニコの笑顔もいいですが、真顔で怪しげな表情のお芝居がとても魅力的です。なんといってもお顔がドタイプ、子犬みたいな愛くるしい顔をしていて、国民の年下彼氏と言われるのにも納得です。なのにあの肉体美、ギャップすぎます。反則です。よくおごってくれる綺麗なお姉さんを見て、年下なのにイチャイチャするシーンでは積極的なキスをしていて、キュンキュンさせられました。何気ない日常を演技するのが上手だなぁと感じます。甘いシーンは乙女心をくすぐるような演技をするので、沼でしかない俳優さんです。チョンヘインさんのおかげで韓国ドラマに沼りました。チョンヘインさんの今後の出演に期待しかありません。はい、子犬系男子選手権を勝手にやるのであれば、第1位はチョンヘイン様を私は選びたいなと思うんですけれども、皆さんのね、魅力を見てて思ったのが、ギャップがすごいなっていうところですよね、チョンヘイン様は。まずはあの動画ね、そしてたまらない笑顔。なのに、真顔になった時っていうのが一番好きなの、私彼の。なんやろ、すごくセクシーなんよね。真顔な時のチョンヘイン様って。よくおごってくれる綺麗なお姉さんしかりね、ロマンスドラマのなんかヒロインの方とのイチャイチャ具合っていうのが書いていただいてますけれども、キュンキュンさせられるのはもちろんなんですけど、なんやろ、すっごいリアルなんよ。変に誇張してないけど、めちゃめちゃ野生的な感じなんよね。それがすっごいリアルで、なんか見ててね、結構よだれが垂れたまーっていうような印象があります。ゆうやんチャンネル。よいしょっと。
じゃあ第9位からかな、続きいきましょうかね。何なんか顔が変わったって、服装も変わったって。そうです、あれから2日間の時が経ちました。もう集中力が全然続かなくて困っちゃう。そして眉毛も描いておりません。完全なドスッピン姿でね、この動画の後編を私がお送りしていきたいと思いますが、はい、なんでしょう、あの眉毛も描いてなくて本当のすっぴん姿があまりにもおっさんすぎる。ちょっと体育館裏集合ね。じゃあ続いて第9位の方お願いいたします。では第9位から再開させていただきます。9位はナムジュヒョク様。魅力が顔は可愛い系なのに体がバッキバキ、高青年感あふれる等身大の感じがたまらない。2つ目、笑顔が可愛すぎるのに脱いだら腹筋がやばい。3つ目、ナムジュヒョクの可愛い笑顔、優しい目、でも眩しくての時のような哀愁や切なさいっぱいの目がとても素敵です。4つ目、恋のゴールドメダルのような可愛いキャラも、ハペクのようなクールなキャラも完璧に演じきる素晴らしさが最高。そしてイケメンすぎる。皆さんの魅力を見た感じ、ダントツでどの俳優さんよりも体が好きとか腹筋がやばいっていうコメントが多かったなっていう印象があるんですけど、私も体に関してはナムジュヒョク様の体が一番タイプかもしれない。あの、なんていうの、なんかめちゃめちゃさ、筋肉がつきすぎてるわけじゃなく、程よい感じがいいわよね。ナムジュは等身大の演技っていうのかな、が上手くて、私は好きなんですけど、ぜひね、まだ作品を見たことない方は、恋のゴールドメダルを最初に見てほしいと思います。悪役の出ない胸キュンラブコメになるので、それでナムジュの魅力を知っていただいて、まあ、そこからスタートアップなり、眩しくてなり、彼の切ない演技が存分に発揮されている作品を見て、ぜひ沼落ちしてほしい。では続いて、第8位、チャンウク様。とにかく顔がかっこいい。役に入ってる時と入ってない時のギャップがいい。笑った時の顔が好き。体の筋肉が本当に最高。声が好き。歌ってる時もだいぶ好き。身長が高い。綺麗な涙、綺麗な手。ちっちゃんうくめちゃくちゃかっこいいのに可愛いところもある。ギャップ萌え。アクションなどのかっこいい役がめっちゃ似合ってる。それにアクションうまい。だからよりかっこよく感じる。顔面が圧倒的大優勝。ちーちゃん奥様にアクションをさせたら右に出る者はいない。本当にマジでかっこいい。なんであんなにハイネックと Bluetooth イヤホンが似合うのかわからない。私はあの Bluetooth イヤホンになりたい。顔、スタイル、可愛さ、かっこよさ、そして何より演技力。すべてが神から与えられる最高峰のクオリティのご提供でございます。ちーちゃん奥様の女性を見つめる眼差しは西を照らす太陽よりも眩しくて美しいです。みんな褒め方がすごい。いや、やっぱりちーちゃん奥様といえばアクション俳優ということで有名でございますから、皆さんが書いた魅力にもね、アクションを褒めたたえるコメントがすんごく多かったんですけれども、ドラマ俳優でスタントなしにあれだけのアクションができる俳優さんって結構珍しいタイプなので、彼の最大の魅力といって過言ではないでしょう。そしてね、私のキス職人の動画でダントツって言っていいほど次入れてくださいって言われてる俳優さんでもあるんですよね。なので次のキス職人ではもしかしたら。第7位やってまいりました。我らが天使パクボホム様。これからの韓国を背負って立つイケメン俳優。性格の良さ、人柄の良さ、かっこいいのはもちろんのこと、羽のない天使と言われるくらい純粋で優しい。私の息子くらいの年齢なのに目標にできるくらいの人格者です。羽のない天使、人間美談販売機。透き通るような人間性、優しさの中にある男の強さ、笑顔がめちゃくちゃいい、色気もある、手が大きくて手も好き、演技が本当に上手くて引き込まれていく。そして透き通るような声で歌う歌が最高。歌唱力も半端ない。ピアノまでもう完璧すぎます。私が若かったら本当に追っかけになっていました。なんといっても体中から溢れ出ている性格の良さ、人柄の良さに引き込まれました。もちろん見た目も死ぬほどかっこいいんですけど、本当にいい人なんだろうなって思います。空港とかでファンに囲まれてもニコニコしていて、え、神ですかって感じです。最近ドラマ制作発表会の時のインタビューの動画や年末の授賞式の映像を見ているんですけど、言葉遣いも丁寧で、たくさんの人にカムサムニだって言っていて、こちらこそあなたの存在にカムサムニだってなります。
いや、ボゴミはさ、嫌いな人いないよね。顔よし、演技よし、そして性格もめちゃくちゃよし。彼のね、経歴とか生い立ちをまとめた動画をこちらで作ってるので、ぜひね、ボゴミのことを知らない人はまずこの動画を見て知ってほしいなって思うんですけど、あれだけの生い立ちを抱えながら、というか、あれだけの生い立ちを抱えてるからこそなんだと思うんですけど、代表的な初心を忘れない、常に謙虚な誠実な俳優さんというイメージがあります。なんか心から内面の芯のところから本当に物腰が低くて、常に周りの人を大事にして、演技自体を楽しんでる、仕事を楽しんでるっていうようなイメージがあるので、皆さんも書いていただいてますけど、彼の一番の魅力っていうのは性格とか、本当ここの中身の部分が一番の魅力なんじゃないかなって私も思う。共感。私ももっと人生いろんなことを経験して、穏やかで心が広い人間になりたいなって思います。どんだけ頑張ってもあんたは羽のないただのオカマだと思った人、低評価ボタンここら辺にありますよ。では続いて第6位、コンユ様。紳士的な男性なのにどこか子供のような可愛らしいところが魅力すぎ、大人の渋さと色気があるのに可愛さも兼ね備えるパーフェクトマン。大人の色気と少年のような笑顔、誠実なのにシャレの効いた会話や受け答え、顔だけでなく体の全てのパーツが美しい。声、顔、表情、あらゆるところから色気が溢れていて、大人の渋さ、上品さを持っているだけでなく、笑った顔が40代とは思えないほど可愛いって思わせるような多彩な一面を見せてくれる俳優。私の原点にして頂点のコンユ。毎日たくさんの素敵な俳優さんに魅了されていますが、コンユは別格です。コンユといえばトッケビのイメージが強いと思いますが、娘を抱いて走る新幹線のコンユや、深みのある演技でいろいろな表情を見せてくれる密偵のコンユが私は大好きです。皆さんにお勧めしたいです。いらっしゃいました、ミスターダンディコンユ様。ちょっと個人的な話で申し訳ないんですけれども、私の男性のタイプっていうのが、大人でありながらどこか少年心を忘れてない無邪気な男性っていうのがタイプなんですね。彼じゃんで、コンユ様の私が一番好きなところっていうのが作品選びなんですけど、カンハヌル様に続いてコンユ様も作品選びに力をかけて慎重に選んでる俳優さんだなって思います。ドラマだけじゃなくてね、映画もいろんな作品出演してるんですけど、魅力にも書いていただいた通り、トッケビしか見たことないよっていう方はぜひ彼の他の出演作も見てほしいなって思います。ただ演技を見てほしいっていうより、自分の演技を通して作品自体のメッセージとか社会に訴えかける問題だとか、そういうのを最大限表現したいんだなっていうスタンスが、作品選び一つ見てるだけでも必死伝わってくるんよ。なので全体的にね、自分の人生に考えさせられたり、社会問題について今一度ね、立ち止まって考えさせられたりする作品が多いので、そういうのを意識して、俳優という枠にとらわれず、もう一歩先の表現者っていう風に頭に置いて、彼の作品一つ一つを見ていただけると、またね、違った視点で面白く見れるんじゃないかなって思います。やってまいりました、第5位、塩顔の天才児キムスヒョン様。キムスヒョンはとにかく目が美しく、表情が豊かで、ラブロマンスもシリアスも、それやる?というようなコミカルな役も何でもこなして、本当に素晴らしい俳優さんです。低い声はいつまでも聞いていられます。演技力に圧倒されます。星から来たあなたの影響で、キムスヒョンは本物の宇宙人だと思っています。宇宙のキムスヒョン、キスのソーイング、タンギョル、ソンジュンギっていう風にね、宇宙人コメントっていうのもね、めっちゃ多かったんですけど、やはり彼は演技力ですよね。泣く演技で感情移入させられる。キムスヒョンは演技も上手いし、特に泣きの演技がかっこいい。キムスヒョンさんは10人の泥棒たちという映画で知り、こんなにエロいキスシーン見たことないと思ったのがきっかけで好きになりました。キムスヒョンさんは私が知る中で一番演技の上手な方。キムスヒョンが笑えば笑うし、泣けば泣いちゃうんです。こんなに胸を締め付けられる演技、とても素敵です。これからも応援していきたい。そして最後に、カンハヌル様の魅力でも紹介した同じ方のコメントなんですけど、ちょっとめちゃめちゃね、ギャグセンスがあって面白かったので、また紹介させていただきたいと思います。もうね、多分これもう全て詰まってる。私が何かもう語るまでもなく全て詰まってると思うので、とりあえず聞いてくださいね。1番、スタイルが天才。なんかもう腹立つ。顔が小さい、背が高い、足が長い、細い。なのにペラペラじゃない。いや、どういうこと?その筋肉どこ隠してたんさ?って抜いたら思う。2番、言葉では言い合わらせない彼特有の色を持ち、めっちゃわかる。3番、兵役行って帰ってきても人気が全く衰えず変わっていない。
人気の最中に行ったのにね。4番、目の演技がやばい。目を見てたら吸い込まれる。一回吸い込まれて戻ってきたんじゃないかって思うくらい周りが見えんくなって、息が止まって、自分の心臓の音だけになる瞬間がある。マジで。これさ、すごい誇張して言ってるように見えるけどさ、めちゃめちゃわかるよね、多分ファンの人。つまり死んでまう可能性がある。奇跡的に生き残ったとしても自分の涙で25メートルプールができている。5番、沼落ちがひどい。ドラマ見終わった後1ヶ月はなんか考えるたびに彼の影が逐一頭を横切る。私なんて1週間連続で彼が夢に登場した。ガチで印象的なのは彼に肩車してもらってトイレの電気を取り替えたこと。責任取ってもうね、皆さんのこの魅力に全て詰まってると思います。私が何かサブ情報を伝えることはない。もう大共感の嵐。では第4位、ソ・イングク様です。歌、演技、ビジュアル、すべてにおいて完璧で魅力に溢れている。そのくせいたずらっ子のような可愛さを持ち合わせ、夢中にならずにはいられない。演技が本当にうまい。演技の幅が広すぎてどんな役でもその役になりきれる。そして彼が歌う OST は最強です。歌声が本当に好きです。演技力とバラエティのギャップに歌を醸す声に心臓を突き刺されて以来、沼。キャラクターごとに全く違うソーイングクに会えます。言葉はなくとも目で表情で多くを語り、心を震わせてくれる唯一無二の俳優さんだと思います。歌手としての才能や俳優としての振り幅など伝えきれないほど魅力的な方なのですが、私が一番好きなところは素の人間、ソーイングクさんです。私は結構なおばさまですが、いつも正直で素直で飾らないイングクさんを心から尊敬しています。圧倒的な演技力、見るものをその世界に引き込む繊細な表情、演技と低音で多彩なボイスから繰り出される独特のセリフ回しは一度見たら癖になる。ソーイングクさんは魅力をね、拝見してると本当のガチなファンの方々が結構多くコメントをくれたんだなっていう印象があるんですけど、なんかね、キスが上手いとかキスについての評価っていうのが結構来るのかなっていう予想があったんやけど、意外となかったよね。だからファンからすればキスが上手いっていうのは大前提なんやなと思って、もう当たり前のことすぎて言うまでもないみたいな。その中でも彼の本当の演技っていうのは、演技力の幅の広さだったりとか、芸能界デビューのきっかけも元はね、歌のオーディション番組で優勝したことがきっかけなぐらい歌の才能も持っているところとか、演技をしてる姿からもね、伺える心の明るさとか温かさっていうのは、彼の素なありのままの元から持ってるものから来てるんだっていうのが魅力っていう風にすごい伝わってきて、それがベースにプラスアルファ、あくまでキスが上手かったりとか、笑うとね、すごく可愛かったりとか、そういうのがついてきてるんだなっていう風な印象でした。いや、 やっぱりね、こんだけ20人の俳優さんを紹介してると、まあ、全ての俳優さんが私も大ファンとかいろんな知識を持ってるっていうわけじゃないから、こうやってね、本当のファンの人からいただく魅力とかなんか感想っていうのが一番共感できるし、一番なんか魅力が伝わるなってひしひし思うね。じゃあいよいよベスト3に行かせていただきたいと思います。第3位、イ・ジョンソク様。演じている時のかっこよさと普段の照れ屋のところのギャップ、お顔もスタイルもいい、演技力が高い、ジョン君の出演作にハズレなし。この人が出てるドラマにハズレはない。どの役もハマりすぎ。安定すぎるイケメン、イ・ジョンソクさんのドラマはハズレがないなと思う。あとスタイルでは韓国俳優の中で一番だと思う。年下役の演技がとっても上手で燃える。スタイル良すぎ、甘い演技もシリアスな演技も全て絵になる。年下男子への夢が持てる。演技力が多彩で唯一無二の魅力の持ち主。30代を迎えた彼がさらにパワーアップすると思うと期待しかないです。どの作品見てもイ・ジョンソク様にしかできない表現力と綺麗でセクシーなキスシーンはファンになるつもりなかった人まで秒速で落とします。キスする時の首から頬に手を当てるその仕草が完璧、かっこよすぎる。イ・ジョンソク氏、唇エロチックいや、皆さん聞いててある一つのフレーズが頭に残ったと思います。彼の出演作にハズレがないというフレーズですね。これね、マジでそうよ。イ・ジョンソク様が出てる作品ってね、なんかもう脚本とかストーリー自体が本当に面白い作品が多いから、ジョンソク氏のファンに限らず見たくなる、最後まで見ちゃう作品が多いと思います。年下男子界の中ではね、チョンヒン様と張るとは思うんですけれども、彼の年下男子感もなかなか捨てたもんじゃなくて、ジョンソク氏って愛嬌がたまらんよね。なんか自分からなんていう、なんか意図的にプインプインとかやる愛嬌じゃなくて、なんかもう体からにじみ出ている愛嬌というか可愛らしさというか、あれがね、たまらんね。今年ね、除隊したばっかで、最新作は一応イテモクラスのキムダミちゃんが主演を務めてた魔女の続編
魔女2に出演が決まっているので、そちらも楽しみなんですけど、ロマンスは別冊付録以来の次回作のドラマがね、どんな作品に出演するのかっていうのもファンからしたらね、すごい楽しみなところですよね。ではやってまいりました。ヴィンチェンツォ・カッサーの第2位、ソン・ジュンギ様です。綺麗な肌にベビーフェイスなのに鍛えられた胸筋がたまりません。私は個人的にジュンギ氏の落ち着いた声が大好きです。演技はもちろん脚力も高く気遣いもできる完璧な俳優さんで心から一生推していきます。女性の見つめ方が色っぽくて仕草がエロい。作品それぞれで役柄の違いはあるものの、共通してソン・ジュンギ様らしさがあり大好きです。とにかく顔がかっこかわいい。声がいい。脱いだ時の体の筋肉がめっちゃいい。笑った時の顔が見てるこっちも笑っちゃうぐらいの可愛さ。男の色気が爽やかなのに母性本能をくすぐる可愛さもあるギャップ。切なさと強さを細かく演じられる目や表情でセリフなしでも伝わる。信じられないぐらい可愛い笑顔なのに色気もあって体もやばいです。語彙力消えるんですけどギャップが大好きすぎです。次の結婚相手はぜひ私で。ハンサムってソン・ジュンギのために生まれた言葉ですよねってくらいマジでハンサム。とりあえずヴィンチェンツォみんな顔がめっちゃ好きです。あと私短髪がタイプなんですけど、ここまでおでこ上げて似合う人は他にいないと思います。太陽の末裔最高でした。最近だとヴィンチェンツォのビジュアルがやばかったですねと。いやまあこうやって見てると皆さんギャップに落ちてますよね。ソン・ジュンギさんの年齢はね、もう30代を超えた俳優さんにもかかわらず、あのベビーフェイスで、なんだこの童顔な俳優さんはっていうファーストインプレッションから入ります。で、作品を見てみたらめちゃめちゃ色気のある眼差しに、脱いでみたらすごい腹筋、胸筋、いい体。あー、ボンってもう落ちちゃってますよね、みんな。わかる。っていうか、私もその流れだった気がする。最初に見た作品はね、太陽の末裔で、その後、アスダの年代記見て、映画の勝利号を見て、この前ね、ヴィンチェンツォを見終わったなっていう流れだったんですけれども、末裔はね、正直、ストーリー的な、脚本的な話は、そこまでハマらんかったんやけど、もうそれをね、忘れるぐらい、今まで見たドラマの中で一番衝撃的な俳優さんだったかも。ソン・ジュンギという、有志人というキャラクター性のかっこよさがね、過去一ハマったキャラではあったかも。もうずっとキュンキュンしてた。でもかっこいい、やばいやばいってなりながらずっと見てたので、まずはやっぱり末裔を見てほしいよね。で、その後、ヴィンチェンツォでまた違ったセクシーさとかかっこよさをね、感じ取ってほしいなと思うんですけども。なんかかっこよさとか、ハンサムさの指標っていうのは人それぞれだと思うけど、マジハンサムよ。で、中身は紳士っていうのがあるからね、もう火の打ち所がなさすぎて逆に取り扱い注意よ、あんたさんは。はい、やってまいりました。第1位、パクソジュン様です。ここで私が今回のこのアンケートを自分では誰に票を入れたのかっていうのを発表したいと思います。でっていうのもいりませんよね、パクソジュン様です。はい、ではまず魅力からね、話していきたいと思います。パクソジュンは体が綺麗で足も長く洋服が似合う程度の筋肉が素敵。唇がふっくらツヤツヤで色も綺麗。手も指も爪も綺麗。バラエティなどの素の部分も可愛くて好きです。声もいい声です。すべていいことだらけ。ただただかっこいい。ザ・大人の男性という感じで大人の色気とエロさが最大の魅力だと思っています。たまらないです。本当に色気がやばいです。スタイル抜群、185の高身長で服を着ていてもわかるほどの筋肉。服を脱げば美しい肉体美が乱れます。低い声も魅力的です。そんな男らしさとはギャップで、笑うとクシャッととろけそうな優しい笑顔で人柄の良さも現れています。大好きです。とにかく私は大人の色気と男らしさが魅力的です。もうバグかってくらいかっこいい。彫刻みたいなスタイル、クシャッとなる笑顔、そしてキスシーン全てがレベチ。完全にバグっています。フリートークや会見でのコメントも少ししか拝見できていないのですが、気遣いと優しさが溢れていてため息しか出てこないです。共演できた女優さんは前世で何をしたのか、何をしたらその場にいられるのか本気で悩むレベルわかる。ついていきたいと思える男らしさと兄貴感、圧倒的な清潔感、完璧なスタイル、時折見せるはにかんだ笑顔、そして何を置いても演技力の確かさ、すべてにおいて一番です。ナチュラルな感じがたまらん。人の良さもにしめ出てるし、何よりあの体型最高。おっきいワンちゃんみたいで母性本能が開花しちゃう。パクソジュンはキスシーンが妊娠するレベルでやばい。興奮しまくる。演技力も高いけど、それよりも人間性が素晴らしくて、人として大好きです。5年以上好きとか、ソジュンさん以外にいないし、これからも現れないと思います。切実に抱かれたいです、マジで。はい、以上でございます。
いや、私も抱かれたいです。もうね、昨年からイテウォンクラスキム秘書と続いてね、別にそんなにカンドラ興味ないよっていう人でも見たと思うので、なんだろう、人口の2割ぐらいはもうパクソジュンの子供妊娠してるんじゃないかな、今のところ。一応私も勢い的にはね、3つ子ぐらいは妊娠してるつもりよ。これだけのね、コメントを紹介させていただいたので、魅力っていうのはね、もうたくさん皆さんに出していただいたんですけど、その中でも何が一番好きかっていう、じゃあお話をしましょうかね。私がパクソジュン様で一番好きなところ、結局やっぱり最初は外見から入ったんです。もうタイプすぎたんですけど、今最終的にファンになって1年経ったぐらいで落ち着いたのはやっぱり彼の中身かな。なんかね、パクソジュン様の安定感がね、私大好きなんですよね。特にプライベートの時の映像とか、メイキングの時の映像とか、ユン食堂とかのね、バラエティでの映像とか、大人でありながら童心を忘れていなくて、周りの人への気遣いとか配慮とか、その場をね、なんやろ、和ませたりとか面白くさせようとする姿とか、変に嫌味臭くないし、変に意識してる感も出てないというか、すごい自然で、もう本当なんだろう、他の俳優さんもね、そういうのってまあ共通するところってあると思うから、パクソジュンの方がとかそういう意味で言いたいわけじゃないんだけど、私はそういうところがすごく好きで、なんか言葉にするともう本当安定感って感じ。もうなんだろう、私ね、すごい言葉下手だから、口下手だから、もっとなんか伝えたいことが頭の中であるんだろうけど、それを言葉にするのが難しいけど、私の中では唯一無二。なんかいろいろなね、役割っていうのがあるじゃない、推しって言っても。例えば結婚するならこの人とか、友達にするならこの推しとか、お父さんにするならこの推しとか、そういういろいろあると思うけど、私は癒しを求めるならやっぱりどうしてもパクソジュン様でございまして、彼の存在というか、一つ笑顔とか、何か演技に集中してる姿とかを見るだけで、なんかストレスが消えていくんですよね。不思議なもんですよ、本当にアバタ様は。存在がもう尊い。これに限ります。ずっと応援していきたいし、コロナがね、終わってイベントとか韓国でファンミーティングとかもしあれば、ぜひ見に行きたいし、その姿もね、動画にしたい、早く。はい、じゃあこんな感じでね、私のことを応援してくれてる皆さんであれば、今すごい待ち望んでいるかと思いますので、いつものやつやっておきましょうか。では皆さんも一緒に、せーの。パクソジュンしか勝たんごとん電車。パクソジュンしか勝たんごとん電車。パクソジュンしか勝たんごとん電車。ゆうやんチャンネル。はい、じゃあ皆様からいただいた20人分の俳優様の魅力をすべてお伝えし終えました。すっごい楽しい企画でした、マジで。俳優様の順位とかね、正直本当にどうでもよかったんですよ。こうやって前編後編に分けたことによって、どちらも見ていただいた方なら、この20人の俳優様の魅力がどんなところに魅力があるのかっていうのは十分伝わったと思いますので、そこから一人でもね、新しい推しが見つかったりとか、なんかね、応援するきっかけにもしも繋がっているのであれば、本当にいい動画になったんじゃないかなって思います。はい、じゃあ最後までちょっと久々のね、ドスッピンなゲテモノフェイスでお送りしたので、お見苦しい映像を映してしまったかと思いますが、見ていただいた皆さんありがとうございました。私オカマはですね、インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひご興味のある方はフォローしてくれると誠に嬉しいございます。ではここまではゆうやんの韓流エンタメ情報局がお送りいたしました。ではまた次週の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。